こんにちは、アルです。さあ今日はこちらの依頼について調べていきましょう。大島さん、小島だよ。すいません、小島さんありがとうございます。アルさん、これだです。奥とのタコツボックスと戦ってた時、生田さんが点点点ですねと言いますよね。それってタコツボックスを飯田さんが作ったものかもしれません。採用お願いします。チャンネル登録と高評価しました。ありがとうございます。 OK。 はい、これちょっと解説が必要ですね。飯田さんって昔このね、タコの敵側にいたんで、タコゾーダーとかね、いろいろオクタリアンの研究をしてたんですね。で、それで、どっかのね、タコゾーザーを見たときに、すごい微妙な反応するんですよ。あ、タコゾーダー、ん?タコゾーザーですね、みたいな。ちょっと点が入るみたいな感じの反応をして、多分私が昔作ったもので、今こうやって苦しめられてるんで、ちょっと気まずいなっていう雰囲気出てるんですけど、それがタコツボックスでも出てるっていうことですかね。ちょっと行ってみようか。多分ここだな。キラキラして。そんなに酔ったっけな。ちょっと行ってみようか。ちょっと下のセリフに注目して戦ってみましょう。あれはタコツボックス、うん、昔サンドが破壊したはずじゃが、昔の反応しなくちんねえし、ハチぶっ倒すぞだよね。飯田さんは特に何も言わねえのかな。あれは保冷抜群の濡れない鎧じゃですね。あ、ほんとだー、これうわー、今多分この保冷効果抜群の鎧、飯田さんが設計携わってるな。わかりやすいあれは携わってそうでしたね。保冷バッグの鎧に携わってそうでしたね。めちゃめちゃ気まずそうでした。OK! じゃじゃん。鈴木さん、ありがとうございます。アルさん、質問です。スプラッシュボムは普通に投げるのとコロコロ、どっちが遠くまで飛ぶんですか?検証お願いします。OK? 多分ね、投げた方が飛ぶと思うんだけど、この線。この線から投げてる。だって転がすってこう、こういうことでしょ?で、投げるのは、ほい、ほら。で、ボムとかって実はね、慣性がつくんで、こう、ほいってやると、ほら、もっと遠くに飛ぶんですよ。んー、ほいうまくないな。んー、ほいあー、飛んだ飛んだ。ね。じゃ、慣性つけて、転がしてみようか。あの線までね。しゃあ、結構飛ぶね。シャーッ、あと、このサブ性能アップのギアで、多分飛距離が伸びると思うんですよね、ボムの。まあ、サブ性能アップメイン 3.0。ちょっとやってみようか。これでさっきあの辺だったんですけど、あの辺、これを、おりゃーめっちゃ飛ぶめっちゃ飛ぶ普通に立ち投げでやってみようか。それめっちゃ飛ぶ。それちょっと待って、普通に立ち投げでポイン、ほらこの辺、このイカのちょい手前ぐらいまで来るじゃん。でもこれサブ性のアップなかったら、積んでなかったら、ほらこの横1個目のイカのちょい過ぎたぐらい。この辺まで来とったもんね。めっちゃ飛ぶ。カーリングはね、実は、速くなるんですよ。カーリングどうしようかな。ちょっとあそこの真ん中に向けて投げてみよう。これサブ性のなしの状態。まあ、こう、1回跳ね返るぐらいじゃん。それをサブ性の 3.0 でやってみよう。はい、サブ 3.0 積んできたところのカーリング。
早いんですよ、動きが。ほら、H、2回目ぶつかって、ドン。っていう感じでね。はい、鈴木さん。ということで、投げる爆弾は、投げた方が飛距離は飛びますね。コロコロよりね。っていう感じなんで、遠くに投げたい場合は、ちょっと勢いをつけて、ポイってやりましょう。そうするとあんなとこまで飛ぶよ。OK! じゃじゃん。ミキーハーさん、ありがとうございます。ハルさん、塩カラーズの持ち武器は、チャージャー、ローラーですよね。そして、テンタクルズは、マニュー、傘ってことは、スプラトゥーン3では、バケツ、スピナーを持っているのではないでしょうか。R さんはどう思いますか？これ、新しいアイドルが出てきたらっていうことかね。はい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 。確かにね、今のところ武器かぶりがないけ。ホタル姉さん、チャージャー、アオリ姉さん、ローラー。で、姫ちゃん、マニューバーの飯田さんが傘。あれ？並んでない？並んでるな。1号、2号、3、4。まあ、シューターは普通だとして、そっから、あれ、ホタル姉さんが1号かいね。わからなくなったけど、待ってよ。これじゃあ、この順番で来るんかね。まさかね。ホタル姉さん、オリ姉さん、姫ちゃん、飯田さん。ってことは、スピナーと、ブラスター。結構すごいアイドル。バケツ。どうかね。もし、でも、なんか3にもし新しいアイドルが出るんだったら、弓持ってそうじゃないですか。なんか新武器じゃし。2も、姫ちゃんが新武器のマディバー持ってるじゃん。ね。じゃけ、なんか、弓となんかかなとは思ったんですけど、で、このヒーローモードの武器の並び見たら、もしかしたらこれが関係するんかね。ねえ。これでこれ来たら熱いよね。スピナーとブラスターだったら、これあれじゃん。じゃあもう4はバケツと筆。もうね、あ、でも弓来そうなんだよね。多分ね。発売するまで、ちょっと、楽しみにしてようぜ。OK。じゃじゃん。トアラさん、ありがとうございます。インクレールに潜伏している時のイカ、オアタコちゃんって可愛いですよね。かっこ唐突にどうした。可愛い。じゃじゃん。川崎さん、ありがとうございます。アラさん、オクトの、黄色の線のガチョコを運べばクリアできないので、できればクリアするところを見せてください。応援しています。OK。お助け隊ですね。黄色の路線の、あ、これか。いくらでも食らしちゃって、メッシー君エキー。オーケー。マンタマリア号ですね。ここは先に道を作っとくと楽ですよ。例えば、ローラーで行くとして、100円。めっちゃ安いじゃん。マンタマリアじゃない。オッケーってことだ。ここを最初に取ってもいいんですけど、最初にね、もう進めるようにしよう。ほら、めちゃめちゃ塗られるんでしょ、これ。じゃけ、先に、ゾネスとかをやっておいて、登ってくるのかな。やばい。やばい、あ、やばい、あ、ああ。やっぱここで行こう。これはね、ここでガンガン行った方が楽しいね。ってのも、ここしょってこう爆発するんで、あれをね、あそこのスポンジの後ろにローラーおったじゃないですか。この辺にポーンってやってあげるんですよ。で、ドーンってね。ほら。で、高台にもいたんで、OK。結構ね、射程も長いし、爆発の範囲も広いんで、行きましょう。これで、ガンガン進めていって、結構ね、ここのステージ後半厳しいよね。わかる、難しくなっていくんですよ。だからそこの高台に乗って、高台に乗って、よし。OK。こっから、いろんな方向に打ちまくって、ほら、そこにもローラーが降りてきたりするんで、後ろにいるな。誰か死んだな。こうやって
歩行症で除熱を減らしていって、でそうこうしながらもあそこにおるじゃん、あそこにドーンね、ピューボーン、当たってないな、どこだ、どこ行った、あそこ、時間はたっぷりあるんでね。で、この合いを見て、もうこれいけるんですよ。いけるけど、どん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 来るんで。OK。で、チューン、降りてきたね。もう知らねえや。ということで、ゴール。じゃあ、歩行者祭りをしてあげましょう。よし、この流れでジャイロオフホークといこうか。ジャイロオフホークと後でね。H 路線だよな。ここ行ってみよう。ピロピロのおかげでサンキューベリマー超駅。メインサブ使いこなしゴールせよ。よーし。よし、オフにしていきましょう。ここはそんなに難しくないのかな。敵がおらんね。あ、ここね。あれ、そうか。下向いとって、むず。これで撃つ。オッケー。で近づいて、オッケー、塗っていきますよ。そしてジャッピン、よし、ポヨンポヨン、見つかっても関係ねえ、あそこに行って、なんでですの、なんでですの、なんで当たった今、ボムでボム殺していきましょう。助けてー、ボーン、オッケー。さあどうするんだい、ファイヤー、オッケー。で、あそこか、よし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 、フグを割っていこう。てて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 、じゃあどこ乗った、どこ乗った、これどこ乗った、よいしょ、よし、シャ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 ーンと、そこ、よし、じゃんじゃんじゃん、オッケー、セーフ、ヒヤッとしましたね。確かに。これは先に打っとかんと、姫ちゃんの隠しゼリフがね、出てくるんでね。ちょっとそのセリフ見てみようか。あー、これ何もない状態でこれに乗ると、ひょいバシュッとなって、何もないじゃん、で、細かい作りになって、うわー何もないじゃん、ミスだ。ね、こういうね、細かい作りになっておりますんで。よし。バシュッとな。オッケー。で、ここも、今ですね。タイミングを見て。オッケー。あ、で、ここもね、あれですね。ポーンと。ここちょっとね、ジャイロオフォークだってきついかもしれないんで、この、ボムをポイってして、押して、シャイン、オッケー。今のところメインでやると、ここに隠しイクラが出てくるんですね。やってみようか。これもいつかの、何だったっけな、このステージ、あるステージで無茶をするとみたいな感じで
やしゃ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 、そういう動画があるんで見てやってください。ませませジャイロでいけるのか。いけるよな。いけた。無茶すんな。おい無茶したらいくらくれた。ウィナーっていう感じで、ここもクリアですね。ラララララ、オッケー、オッケー、ご視聴ありがとうございます。ジャイロオフオクトも、あとここのステージと青いところと、あとこれかピンクのところクリアしたら、ついに脱出ステージに行きますね。大丈夫かしら。そして最後はね、心の中の3号と戦う予定ですので、頑張っていきましょう。チャンネル登録でよろしくお願いします。応援ね。じゃねー、バイバーイ。